はい、どうもこんにちは。アリスメアの実況プレイ6回目やっていきたいと思います。前回もテトリスを堪能したところで、今回もやっていきたいと思います。で、久しぶりの録画なので、何がどうなったかをちょっとまず把握しないといけない。そっか、委員長さんのところに行けばいいんですね。ということで、今右と出たので、右に行きましょう。よっと。さあ、本棚がたくさんあるので、どんどん調べていこう。さあ、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 さあ。ハリー、なんだ、なんだら？なんだろ、なんか、人みたいな。猫はそう言ってた。自社猫のことかな。難しいよね、きっと。完璧にわかることなんてないさ。知らなくても困らないんだから、まあ、そりゃそうだよね。うん。こんなもんかな。張り紙。カレンダー。君は何曜日生まれ？いや、覚えてない。生まれた年と、それはちょっとね。日曜日、お休みの日だ、すごいね。すごいね。でも、わかる人って、それだけ言うだけで、生年月日言うだけで何曜日かっていうのが、わかるんですよね。水曜日か。こういう人、マジですごいと思う。マサグースめくるさあ、マンデイズチルド、あ、来た。月曜生まれの子供は、美しいかな？火曜生まれの子供は、品があるよ。お、いいことばっかり。さあ、水曜生まれ、さあ、少年の水曜生まれは、悲しい感じだね。悲哀に満ちてるよ、みたいな、そんな感じかな。木曜生まれの子供は、道が遠い？そんな感じかな。金曜生まれの子供は、愛情豊かを、素晴らしい。さあ、土曜生まれは、ちょっと苦労多い生活してる感じかな。うん。まあ、結論から言うと、日曜がイケメンってわけですね。はい。じゃあ、やってきまーす。あ、委員長さんかな？こんにちは。委員長さん、通路の部屋借りたい。うん、入りたい。鍵貸してくれませんか？うむ、さっきも借りに来ただろう。別にいいがちゃんと返すんだぞ。はい、もう洗って返します。あ、ん？委員長さん、そういうやつだった？ちょっと。絶対アレン君がいたからでしょ、これ。僕はね、三人いたら、リンゴ三つを三分で食べることができるんだ。じゃあさ、リンゴが100個、僕が100人いたら全部食べるのに何分かかると思う？知らんて。突然になった。多分これアレン君の仕業かな？どうなんだろうな。とりあえず、調べよ。ん？なんだこれ。悪い人、いないと思うよ。そっか、僕と同じなんだね。僕の周りにはいい人しかいないんだ。だからバツバツせない。悪い奴しかしちゃいけないって猫が言ってたんだ。恵まれてるんだね、環境に。いいな。多分ですけど、3じゃないかな。3分じゃないかな。おー、やった。じゃあさ、右側の本棚調べてみて。わかりましたよ。心の言うことは聞いておこう。じゃないと心に攻撃されるからね。せやな。小さな紙切れが挟まっている。取ってみる。第2問。まさかの第2問。簡単には鍵をくれません。じゃあ次は100個のリンゴを100分で食べるためには僕は最低何人いる？ん？これは単純計算でいいんじゃないか？ん？切れ端ある。カエルは悪い奴だってアリが教えてくれた。猫は悪い奴だってカエルは教えてくれた。いや、一番悪いのはウサギさって猫が教えてくれた。これ最初になんか出たやつですよね。あー、また、ここで答えればよかったんだ。これは4人じゃないかな？単純に。うん。だよね。うん。やったー。2問でいいんだ。
よかったもらえてびっくりしたね。これ、そりゃびっくりするよね。うん。そりゃびっくりするよね。じゃあ行きましょう。ちなみにここは？おお、入れる入れる。あ、危ないよ。それ、ひび割れてるから。ごめんね、僕の手。冷たいだろ？きっと暖かさを知らないからだ。君は優しいね。今知ったよ。今更知った。遅すぎた。君の手は暖かいね。どうしたの、いきなり。めちゃ恵まれた環境で育ってるでしょ、絶対それ。そういう話したばかりだったのに。じゃあ行きましょう。何ここ？なんかケチャッププシャーってなってる。なんか。ん？すごいよね、こんなに広いんだ。宇宙のことを考えると僕がどれだけちっぽけなのか実感するよ。そうかそうか。え、どういうこと？どういうこと？あいつ？ああ、いいやつだったよ。本当にな。あいつってあの子のことかな。明日遊びに行くってお話ししてたのに。でもずっと悩んでたみたいだったのよね。冷たい。どうでもいいんだ、あんなやつ。それより解決するまで外で遊べないことの方が問題だぜ。落ち着け、落ち着け。素数数えよう。死んでたのよ、ここに来たら。ああ、もう恐ろしいわ。第一発見者、あの隅にいる人よ。でも何も喋らないの。めちゃややこしいことになってるね。ここは？難しい言葉や図ばかりだ。君のなんだ。それで褒めてもらったり、賞をもらったりもした。今はもうやってないよ。いや、別に飽きてしまったとかそんなんじゃないんだ。人が多くいるとき、多くいるのが苦手。というのもまあ、あるけど。ただ僕には白が死ぬほど似合わない。どういうこと？どういうこと？羽のペンだ。じゃあ聞きましょうか、話を。ん？この人何か知ってるようだね。すみません、少しお話を。ああ、耳が聞こえないようだ。君は手話とかできる？そうか、困ったな。耳が聞こえない人と話すには他に何があるかな。手話できないから、筆談とかどう？違うの？違うの？ああ、なるほど、そういうことね。あのペン使えばいいのに。あら、どうしたの？ペンいいわよ、私もいらないし。紙は持ってないわ、妹さんにわかりました。うん。とりあえずペンをゲットしました。妹さんは隣だったはず。うん。見られちゃったのかな？作品を。ということで、原稿用紙ですね。うん。紙というか。まあ、紙か。紙は紙か。じゃあ、これで。待ってね。あなたは今起きていることについて何か知っていることはありますか？てんてんてん。てんてんてん。ここの国の言葉じゃないね。僕は大丈夫だよ。君はこの国の言葉しか知らないだろ。うん、知らないです。もう、ありったけの本当、英語力で頑張ってる感じがすごいので、ここまで。ありがとうございます。さすがに英語以外はもう、俺には無理だ。この人は探偵の人で、それぞれに話を聞いていたらしい。あ、なるほど、耳が悪いわけじゃなかったんだね。今そこにいる5人。A, B, C, D, E としておくね。はい。私はここで少し本を読んでて急に眠くなって途中で居眠りをしてたわ。死んでることに気づいたのは起きた時よ。殺されたの？そうなのか？悪い奴じゃなかったのにな。あんなにナイフで刺すなんてな。ああ、外で遊びたい。ここにはちょっと道具取りに来ただけだよ。あいつのことなんて知りもしないさ。落ち着け。素数を数えるんだ。確かにここには来たけど、すぐ出たよ。その時あいつはここにはいなかったぜ。だってさ。二人いるの？一人はすぐ分かったんだけど。マジで？もう一回読もうか。この B だと思うんですよ。まず一人は。殺されたっていうことをなんか明らかに知ってそうな感じじゃないですか。素数っぽいな。素数っぽいな。素数っぽいな。じゃあ。これかな？ああ、うん。大体の説明もして理解してもらったみたいだ。もう大丈夫だよ。人を殺すなんて憎たらしいことだ。行こうか。うん。行きましょう。行く。帰りたい。帰れない。
めっちゃ怖くなったんだけど。え、おやすみ、おやすみなさい。なになにここ、小説がある。へんてこだろその本。でもたくさんの人に呼ばれた。君の子は？僕が書いたんだ。名前は僕の友達だけどね。そう、さっきライダー前にも何度も言ったけど、名前自体は素敵だと思う。僕の先生がつけてくれた。その名前に見合えない自分がすごく嫌いなんだ。そういうことだったんだね。どうなんでしょうね。先生っぽいけど、わあ、名前書いてないんだよね。ここに多分名前がってことだよね。ん？ここでお別れだ。どうして？僕の世界だ、その扉は。今の僕の世界。こんなにもちっぽけだ。まだ縛られてるんだろう。開いたよ。どうしてこうなったんだろうね。君は頭がいいからわかるのかな？わからない。無理。もし答えがわからな、わかったら教えてくれ、アレン君。おい、ちょっと。かけろ手に入れた。お母さん、お父さん？行かなきゃ。え、どういうこと、どういうこと？何かを思い出したの？アレン君は。どういうこと、どういうこと、どういうこと？日記帳、読もう。家を買ったとは言っても、元は施設だったところだ。僕には広すぎるな。しかも迷ってしまいそうだ。またクリフにお世話になってしまった。今度改めてお礼に行こうと思う。発症の前兆はない。発症。二人目の女の子を迎える。三日前にもらった手紙に。あの施設にいた子たちのことを書いているのかな、これは。支離滅裂としている。これはやつだな。これはやつだな。マジックハンドとかめちゃくちゃ、なんか、もう使いに使ったやつだな。四人目、女の子を迎える。これは、あの子でね、チェルシーちゃんかな。あれ、ピアノだっけ？まあ、いいや。大きくあり、前兆は現れない。一旦やめよう。数ページ分破り取られてる。まさか、アレン君の、あ、そうでもないか。これがアレン君だよね。多分記憶喪失って書いてあるし。あれから二つの季節を過ごした。僕は何をやってるんだろう。もうすぐだ、きっと終わる。ごめんね、フィオナ。あ、切れ端だ。気がつけばいつもの世界。あの子は今日もお休みをしたままだ。僕はたくさんの人をした。でも僕がされることはない。どうしてだろう。ああ、もっとたくさんさなければいけないのだろうか。でももう悪い奴はいない。僕の周りにはいい人しかいない。猫は悪い奴しか不罰してはいけないという。どれが正しいのか僕にはわからない。何も知らない。あ、開いたかな？とりあえず、ちょっと調べていこう。調べていく感じで行きましょう。手帳、読もう。ナイトメア症候群か。あいつらはいい餌場を見つけたと喜んでいるんだろうか。世界に引きずり込むためにあいつらは世界に何かをしている。親が突然子供に暴力を振り見捨て、突き放すのはきっとウサギの力だろう。ウサギさんが、なんか悪いみたいな、ことを、なんか最初とかさっきもね、見ましたが、時間がない。また扉が。あ、これ多分調べられないやつかな。じゃあ行きましょうか。あ、アレン君、ここに君がいるということは猫はやっぱり信用できないな。本当に君たちは約束を破るのが得意だね。全く困るよ。やっぱ先生だよね。
それを先生に渡してくれないか。それ今すぐにだ。これまずいんじゃないか。隠すよ。うん。仕方がない。少し痛いかもしれない。嘘。腹パン。ああ、痛くなんかないじゃないか。これで終わるよ。この悪い夢がね。そうだな。最後だ。僕の話を聞いてくれるかい？え？僕はね、世界は初めてじゃない。前にもここに来たことがあるんだ。ナイトメア症候群。本や新聞をよく読む君なら一度は聞いたことがあると思う。眠りから覚めずそのまま魂を失ってしまう病気だ。原因は不明だと言われているが、心を深く闇に閉ざし、苦しんでいる子供が発症するんだと僕は思う。気づいたかな？表向きでは心を深く傷つけた。行き場のない子供を引き取り、傷を癒し生活をさせる。裏ではこの病気を発症する可能性のある子を観察し研究をする。嫌な気持ちにしてしまったね。ごめんね。いやでも、いい人だよ。どうしてもこの夢を、世界を壊したい。僕は世界で大切な人を目の前で失った。あの時からずっと他のことなんて考えていなかった。僕のわがままだ。だから君が来た時はすごく驚いたな。もしかして、と思った。あの時の僕に似ていたからかもしれない。え、似ていた？君を少し不幸にすればすぐに発症したんだと思う。でもできなかった。そのうちに僕の扉が開いてしまった。僕一人が来るはずだった。発症寸前の君たちの分も取り込んでしまい、入り口が大きくなってしまったみたいだ。ここでいろいろ試してみたけどどれもダメだったよ。ああ、扉を開いたのが、開いたのはアレン君だが、君は何も悪くない。全部僕のせいだ。ちょっと、大丈夫。ほら。これは僕の夢だ。僕の世界だ。弱さを作りすぎてしまった。気がつけば抱えきれず溢れてしまっていた。だから僕が終わらせなければいけないんだ。あの子のためにも。僕は頭が悪いからな。あの子にもよく言われたな。長く研究したけど全部無駄だったみたいだ。これあげるよ。ロケットペンダントを手に入れた。何もないならこれから作っていけばいい。君には素敵な友達が周りにいるじゃないか。ゆっくりでいいんだ。アレン君は頭がいいから大丈夫だよ。そうだな。僕はこれでも大人だからあいつらには食われないだろう。こっちでどうにかするさ。連絡先にクリフという人の番号がある。僕の名前を言えば、あとは君たちをちゃんと助けてくれるから。僕のたった一人の友人だよ。とてもいいやつだ。大丈夫。おやすみアレン君。なにここ、なにこれ。何か伝えたさそうにしてった。最後知らない。これからどうしよう。すべて失った。何もない。ああすごく眠い。おお、なんだ。チェシャ猫が出てくるのかな。戻ってきた。戻ってきたんだけど、とりあえずセーブしよう。うん、11でいいかな。みんな、もう話してくれないのかな。とりあえず、あれだよな、先生のところだよな。行こう、うん。いる。待って、日記帳？ちょっと待って。ん？先生のロケットペンダントに入っていた写真とメモだ。
あの時の女の子とその子によく似た女の子。メモ。へえ、何これ。いろいろな連絡先が記されている。あ、そうだ、電話してみよう。うん、電話しよう。うん、電話してみよう。うん、クリフさんに電話。あ、いけるいける、かける。ダイヤル式ってなんかいいよね。はい、もしもし。珍しいな、そっちから電話かけてくるなんてさ。その声アレン君だね。ああ、そうか。自分の荷物もまとめておきなさい。あいつの分もやっておいてくれると嬉しいな。少しだけ時間がかかる。その間に頼むよ。ああ、大丈夫。少しだけ時間をくれ。じゃあね。どういうこと？やっぱあれなんかやるのかな？なんか入れるんだよな、これ。これがよくわかんないんですよね。あっちのね、先生、寝てる先生も気になるんだけど、ちょっと気になるからこっちをね、なんとかしようと思います。ちょっとですね、いろいろ考えてみたんですけど、俺の、推理が合ってるかどうかはわかりませんが、英語にしてみるんですよ。まず、飲むにあたってスケート場にないっていうのは、飲むはドリンク。スケート場はリンクだとします。英語にすると、まあ、D が欠けているわけですよね。で、まず D でしょ？離れてにあって部分にない。離れてはアパート。部分はパートなので、A がないってことだよね。で、7にあって見たにないっていうのは、見たがよくわかんないんだよね。7は7で、おそらく、シーンだと思うんですけど、S-E-E-N ね。うん。俺、英語弱いからちょっとわかんないんですけど。これは、V。雨にあって走ったにないは、まあ、雨はレインですよね。で、走ったはラン。過去形なので、U じゃなくて A ですよね。なので、I が足らないです。さらに最後は、カード。カードにはあって車にない。これ一番簡単だね。これで説明すればよかったね。カードは CARD で、うん。で、カーは、まあ最後の D がないだけですね。なので、D が足らない。なので、これを、入れていくと何かが起こるみたいな、そんな感じでしょうか。なので、こうなるんですよ。デイビッドでいいのかな？あ、なんか、名前っぽい？あれ？あれ？やばい、超恥ずかしいんですけど。そういうことか。最初大文字にするだけか。合ってたんだ。よかったよかった。どうなるかなって思ったんですけど。この世界へ戻ってきた。フィオナは自分にナイフを刺した。あの夢を見たものはフィオナだったのか。じゃあ僕もきっと夢を見るかもしれない。嫌だ。失うのも犠牲にするのも。フィオナはそのまま眠ったままだ。悪魔は魂よく、時間はあまりない。先生がいろいろとしてくれて学校へ行けることになった。あまり気が進まない。一人うるさい奴に絡まれた。クリフさん。その夕方フィオナは魂を失った。間に合わなかった。これからどうしていけばいいんだろう。今日もクリフと遊んだ。なかなか面白い話を聞かせてくれる。無理やり引っ張り出された時はどうなるかと思った。彼はいいやつだ。とてもいいやつだ。だから。先生は明日退職するらしい。子供が生まれるそうだ。僕は海外へ行く。少し不安だがクリフもいるし、きっと大丈夫だろう。僕の小説が大きな賞を取ったらしい。クリフがどこかに応募していたみたいだ。そのことで彼と少し喧嘩になってしまった。世に出すなら著者名は君の名前してくれと僕は部屋に戻ってきた。僕はあまりそのことに興味はない。最近同じ夢を見る。あの時の夢だ。あの子が怒っているんだろうか、それとも苦しんでいるのだろうか。早く夢を壊さないと。またあの子や僕のような子供が出るかも。バツバツとは何なのかわかるかもしれない。まずは仲直りをしてこようと思う。ごめんねなんていうのは何年ぶりになるんだろうか。先生
終わったんですけど。はい、ということでアリスメアの実況プレイ、これでひとまず完結ではないんですが、エンディングなんか何種類かあるらしいのでまだ完結ではないんですが、一応一周目はこれで終了ということになります。ほえー、あのね、寝込んでる先生がねめっちゃ気になったんだよね。話しかければよかったかな。なんかでもナイトメア症候群って単語が出てきたから発症しちゃってるのかな先生、どうなんでしょうね。そこが気になるところなんですが、ちょっとねわからない点もまだあるので、他のエンディングを見たらわかるようになってくるかなって個人的には思ってるんですけども、確かねエンディング7種類だったと思うんですよ。6だったかな7だったかな、どっちかだったと思うんですよ。まあ大体はね分かっているんで、どういけばいいかっていうのはおそらくね、この先生のところに行かずに、あのその前に悪い人刺すよーってところで各方々をね、あの選択していけば多分いけるんじゃないかって思うので、やっていきましょうか。そっちをね、ひとまずこのエンドは終了ということにこれでしたいかなと思います。どうだろうな、個人的にはいいんじゃないかって思ってんだけど、アリスメア、このエンディングもすごいよね。この演出もやべえわ。うん、まだなんかある。おはよう先生、ほら今日も届けに来たよ。はは、そろそろ置く場所もなくなってきたや。レティは相変わらず遊びばっかり誘うんだ。チェルシーは少しずつだけど他人とも話ができるようになった。料理がとても上手になって、おー、女子力。女子屋は好きな子ができたって言ったな。ステラはいつも呆れた顔してるけど楽しそうにしてるよ。クリフさんもお世話をしてくれる人たちもみんないい人だよ。忘れることなんかできるわけない。僕たちにとっての先生は先生だけなんだからさ。本当だよ。夢を壊すから、そして助ける、絶対にね。うまくいく確率はすごく低い。方法は見つかってるけど、それまでちゃんと届けるから先生も知らないって言ってたもの。それまでおやすみ先生。愛されるもの、いいのかどうかはわからないんですが、おそらくね、まあいいのかなって思うんですけども、まあまだねちょっと残りのエンディングもありますので、もちろん見ていこうと思っておりますので、次回から見ていきましょうか。ということで今回はここまでにしたいかなと思います。次回は残りのエンディングを見ていこうという感じでお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。